I'll be
castle. それでは夜の8時になりました。まあ、ただいまより YouTube ライブ並びに17ライブをやりたいと思います。カメラをもうちょっと上にして、これぐらいかな、まあ、どうこれはまあどっちでもいいんだけどさ、まあそういうことにして、でまあマイクをちょっと大きくして、で今日は YouTube ライブの方は6人が今来てる、数字上ね、そう出てるんだ、これ信用せない証拠なのな。まあそれで、今日は、あ、そうそう、今日何日かというと2021年出てるな、3月11日木曜日ということで、まあ10年前に東日本地震があったということで、福島の第一原子力発電所か、あそこがまあ壊れたと。津波で壊れたって言っとるけど、まあ、自分は津波じゃないと思うね。まあ津波でも壊れたけど、もうその前に地震で原発ガタガタに壊れたというふうに自分は思っとんだけど、まあ日本政府は津波で壊れたら津波で壊れたって言っとるわね。なんでかっていうと、地震で壊れたこと、じゃあ日本中の50個ぐらいある原子力発電所全部危ないってことになる。そんなこと言ったら大変なことになる。津波にしとるわけですよ。津波で壊れたと。だから津波が来なきゃ大丈夫だから、いろいろこう作ればね、壁作ればいいんじゃないかとこう言ってるわけで。ところが、地震で壊れたってことになると、また話は別だ。だから日本政府はもう原発動かしたいから、うん、津波で壊れたと、こう言っとるわけだ。まあ自分は違うと思うけどね。うん、ちょっと疑いっぽいでね、もともと生まれが疑いっぽいもんで、じゃあ疑いっぽい日という日に生まれたもんでね、疑いっぽいということなんだ。ちょっと待ってね。平川さんが来てくれた。ニューヨークは朝6時6分。あ、そうですか。それはまあ、親切に、ああ、だからニューヨーク、自分はね、ニューヨークの、何回も行ったけど、朝6時っていうのは、まあ、エンパイアステートビルってこうね、鉛筆立てたようなビルがあるんだ。440メートル高さ、エンパイアステートビル。440メートル。それでそこの1階にスターバックスがあって、
で、そこに、ほとんど、よくね、毎日ってオーバーだけど、6時に行って、平日ね、6時。で、土日はね、確かに30分か1時間だった。遅かったな、回転がな。うん、で、その、エンパイアステートビルの1階のスターバックスにコーヒー飲み行くか、またはもう一個ね、タイムズスクエアって言うんだけど、まあ、ちょっとした広場だな。そんな広くないよ。こう道がね、斜めにこう交差するとこなんだ。そこが、まあ道が広いっていうだけの話だけど、そこがタイムズスクエアっていうところで、そこが世界で一番土地の値段が高いって言われてるわけね。で、そこにスターバックスがあるわけ。うん、で、そこに6時に行くか、まあどっちかだったな。うん、だから、どちらかに行っとったわ。うん、まあ、だけど、タイムズスクエアの方が多かったかな。まあ、タイムズスクエアが、6行って、その、エンパイアステートビルの方は4ぐらいの割合で、こうね、毎日っていうか、まあ、今日はこっちにしようかなとか、今日はこっちにしようかなみたいな感じで行っとった。あ、ほんでね、タイムズスクエアの、スターバックスは、どうだろうな、従業員が20人はおるな。もう、お客さんの少ない時でも20人はおる。レジがね、レジが多分ね、10個ぐらい並ぶ。ダーッとレジが。で、座るとこは少ないよね。だからね、早く行かないと座れんわけ。いっぱいで前、みんな立って飲んでる。そういう、まあ、それ買って持って外行くから、まあ、どっちかだな。そんな感じだったから、座るとこ少ないから、トイレあったんだけど。だからまあ朝6時に行けば、開店と同時に入ればね、座れば。いいとこ、いい場所に座る。トイレの近く。まあそういうことで。で、そうそう、それでそのタイムズスクエアっていうね、まあとにかく世界最大の、まあ、繁華街です。人がいっぱい来るね。世界中から人が来るから、ニューヨークだから。でまあそこでスターバックスの店員さんがね、働いてるわけで忙しそうにな。で、まあ中にはその掃除一人の人もおるわけだ。なんか、こう、見た感じ高校生みたいな感じだな。うん、高校生みたいな黒人のね、黒人の人ってね、すごいね、愛嬌あるんだ。声かけやすいっていうかな。そういうこともあるんだけど、で、黒人の高校生真面目にね、掃除しとるんだ、こう、隅から隅だね。で、一生懸命やってるわけな。で、そこにね、日本語でね、話しかけるわけ。最初の英語、最初だけ英語なの。excuse me っていう。まあ、すいませんけど、みたいな意味なんだけどな。excuse me ってこう声かける。そうすると、何ですかみたいなこと言う。で、それから日本語で、今度は、明日って朝何時に営業するのってこう言うわけだ。日本語で言うんだよ。ニューヨークのど真ん中のタイムズスクエアの、ね、スターバックスに行って、高校生みたいな。ぐらいの土地の人に真面目に掃除しとるな。で、それにね、明日朝何時に営業するのって聞く。相当困るわけだよ、ね。何言ってるかわからんが。でもお客さんだからな。こっちはな、ちゃんと、コーヒー飲んでるから。お客さんだもんだで、ね、お客さんの言うことはちゃんと、答えないかみたいなことを教えられてるんだ。だって、それがなんか言ってるわけだ。明日の朝って何時に営業なのってこう聞くわけで、そうするとさ、すごいびっくりするんだ。向こう、いや、困ったな、みたいな顔をするんだ。面白いんだから。真面目だから、ほんでね、ちょっと待ってください、とかいうような英語で言って、ザーッと走っててね、ほんで、どっかで先輩のとこに聞き行くんだ。なんか変な、外国人が変なこと言ってるけど、どうしましょうみたいな。なんか忙しいもんだよ。なんかもうお前ちゃんとやれみたいなこと言われて、また戻ってくる。ほんで、何ですかみたいな感じで、南米行ったってわからんわけで、日本語で。そんなもん英語じゃないんだけど。ほんで、まあ、こっちも、まあ、いじめるのが目的じゃないんだ。もう、だって、next morning, open time とか言って、こうね、言うと、明日の朝何時って書いて、まあ、わかりして、それは、6時です、みたいなことを言う。それをね、真面目にやるんだ。だからね、面白いんだよ。いや、面白いって言っちゃいかんけど。それで、また次の日に行くよ。ほんと、また、黒人の真面目そうなやつが一生懸命仕事しとるやん。ほんで、ね、excuse me って、excuse me。それは何ですかって言うて、明日、日本語で言うよ。
明日の朝何時に営業なの、明日の朝開店何時なのって言うと、ちょっとよく困る。わからんから。ちょっと待ってください。誰かでまた走ってくる。走ってって、先輩のところに聞き受けたら、もうお前ちゃんと返事しろ、みたいなこと言われて、またしょぼっとして戻ってきて、なんですかって。で、ほんでまた、next morning、これショップオープン、タイムって言うと、あ、それは6時です。あ、6時。とか言ってものすごく嬉しい。それを毎日やる。とにかく面白い。一生懸命やっとるからね。もう、一生懸命修行やっとんだ、そうでな、ね。そういうことで、何の話で、あ、それで今日ここに書いておいたのはね、今日ニューヨークの話はまあ、いいんだ、いいけど、仮想通貨の虎の子、まあ自分としてはね、仮想通貨の虎の子の、ステラルーメンってやつね、XLM って言うんだけどね。XML っていうのはステラルーメンのことなんだ。で、これを、もういいよいいよ、売る。あ、いや、全部じゃないけど、2万円分ぐらいを売ります。もう、理由は何でかっていうと、ギターを買う。エレキ系のギター、エレキのような形のギターなんだけど、まあ基本エレキなんだけど、スピーカーがついてる。このぐらいのね。それで、音が出るんだ、そこから、スピーカーが。そんなでかい音じゃないよ。この部屋で使うぐらいの音が出るわけ。で、今日電話して聞いたんだ。名古屋の大須っていうところのね、愛曲ね、愛する、愛知県の愛に曲ね、歌の曲という、その楽器店に、大須にあるんだけど、そこ電話して、そのギター、この間見に行ったから、その時の従業員ね、なんとか言ったな。小林さんという人、30歳ぐらいの感じの人でね。で、電話して、そのギターの電池が入ってるわけじゃん。音が出るっていうことはね。だからその電池ってどんな電池ですかって聞いたらね、9ボルトの四角い電池だって言うんだな。だからあれね、多分すぐなくなるんだよ。電池が。だからね、あんまり使えんなと思って。一回入れたらしばらく使えるってもんじゃなくて、あんまり長いこと使えんってことと思うんだよ。ちっちゃいからね。だからまあ音は出るわ。うん、で、だけど自分はね、まあ基本アンプにつなぐから、コードでギターからアンプにつないで、アンプから音出すの。そういう場合は電池使わないらしいな。うん、だからまあ臨時的なスピーカーから音を出すときだけ、電池を使うと。それからイヤホンとかヘッドホンで、音を聞く場合は、まあ、電池はあんまり使わない。音が大きいと電池使うらしいんだ。そういっていう説明。でね、それをね、ちょっと買いたいなと思って。今、検討してる。で、今日ちょっと電話したんだけど、それがね、ギターの大きさね、長さっていうかさ、まあ、このギターで言うと、ここから、ここまでの長さね。これ、この間測った。で、この間測ったら、82センチだったんだ。だから、ちょっと小ぶりなんだな。だから、いいんだよ。持ってあちこち行くには、ギターは小さい方がいいんだけど、また小さいと音がいろいろね、問題が出てくるんだけど、まあ、持ち運びにはいいなと思って、それで、今日ね、今日午後ね、大工事しました。というのは、このね、キャリーバッグね、スーツケースの、ここにワッパーがついてるやつね、下に4個ついて、ワッパーがついてるやつあるでしょ。普通にこれは皆さん持ってるやつだけど、ここのタイヤのワッパーのとこ改造して、ごっついね、ごっついワッパーをつけたわけ、ここに。で、相当重いもんでも耐えれるようにして、しかも長距離ね、遠いところまで運べるように、ここ加工しちゃったわけ、下を。うん、で、こちらは、普通のコロがついてるんだけど、で、この中にギターを入れようと思って、で、長さ測ったら、ここ飛び出るんだ。この、スーツケースから上に飛び出る。だから、このスーツケースに穴を開けて、こうね、中から入れて運ぼうと思ってるわけ。ここ飛び出とってもいいもんで。
まあそういうふうに今考えてるわけね。で、とりあえずこのキャリーバッグ、まだ穴開けてないんだけど、この、あのキャリーバッグのタイヤを変えて、ワッパを変えて、あの、重いもんでも入れれるように、今日加工しました。で、今日、明日ね、明日4時から、あの、散歩に出るわけね。いつも、毎日、あの、4時から、だいたい4時か、遅くとも4時半に家出て2時間ぐらい散歩しとんだけど、その時にちょっと中に、あの、なんか荷物っていうか、重いもん、重いっていうことはないな。何か入れてさ、で、ゴロゴロ持って、あの、2時間の散歩に持ってテストしようと思う。大体わかるんだよ、そうすると。あ、ここが弱いなとかね。ここちょっと直した方がいいなとか、これ補強した方がいいわかるね。いきなりね、そんなもん積んで、名古屋の方なんか行ったらえらいことになるからね。あの、途中で壊れたりするとえらい大変なことになるから、やっぱりテストを十分した方がいいんだ。これは、あの、技術者の基本中の基本。偉そうなこと言っても、自分は技術者じゃない。ちょっと待って。平川さんが。史上最強のキャリーバッグ。なんていうことですか。いや、これはさ、あの、この下の、このいわゆる旅行で使うあのキャリーバッグね、これすごい弱いんだ。はっきり言って。プラスチックでね、とりあえず動くっていうだけのことなんだ。だからこれでね、もう一日にあの、4、5キロ、あの、ゴロゴロして中に重いもの乗せてね、毎日、あの、このままやったらね、もうそんなもん2日ぐらいで壊れちゃう。本当ね、すごい弱いんだ。この、まあ、自分はね、まあ、ニューヨークとか、カナダのトロントとか、あっちの方行って、もう一日にね、10キロぐらい歩くなんてザラだったんだ、うん。というのは、あの、わからんだね。だから迷ったりなんかして、だからそんなもん、もう3日ぐらいで壊れちゃうんだ。新品でも。だからね、強いやつに変えとったんだ。まあ、ニューヨークに10回ぐらい行ったから、まあ、もう、まあ、大体、まあ、8年ぐらいかな。8年ぐらい毎年行ったんだけど、だんだん知恵がついてきてね、ここはもう、買っても中古のやつ買ってくるんだけど、キャリーバッグ買ってきて、でもう最初のやつも取っちゃうわけ。裏からネジで簡単に取れるんだよね。で、取っちゃって、で、ごっついやつをつけて、それでね、乗服するわけ。で、ただし、こう立てた時にね、垂直に立ってないんだけど、どっちかに硬いんだよ。というのは、このワッパの大きさが違うもんで、どちらかに倒れるんだ。硬くっていうかな。まあ、それでもいいんだ。硬いでもね、いいんだけど、そういう風にしてね、これ今日ね、まあ、昼からかかってね、補強しました。うん、で、このワッパがね、ワッパっていうか、軸がね、軸っていうかな、このワッパの軸がね、重いものを入れるところ、曲がるわけじゃない、こういうふうに。この、重いから、こう、ワッパがあって、こうね。で、ここに、パイプを入れて、軸があるでしょ。軸に、俺と同じぐらいの、太さのパイプを入れるわけ、ここに。で、補強して、で、この先にワッパがついてるというふうにして、で、これ、さらにここに、ホースが巻いてある。ホースっていう、ホースを切って、シャーッと切って、で、ホースがぐる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 と巻いてある。開いて、ホースを開いて巻いてある。で、それが、まあ、針金と、縄跳びの紐ってあるわけじゃない。プラスチックのような、なんだろうな、あれ。ゴムでもないし、プラスチックでもないっていう、その、縄跳びの紐で、こう、三箇所ね、縛ってあるね、乗服して。で、さらに、針金でも縛ってある。ここが外れると厄介なことになるんで、それをがっちり縛る。で、それを、ちょっと明日から、2、3日テストして、耐久性をテストする。ちょっと待って。KG さんがステレアはこれから上がるので、KG さんまだ持ってた方が良いです。いや、そうは言ったってさ、ギター欲しい。ギターを買ってちょっと練習したいんだから。というのは、ちょっとね、ギターでね、歌う機会がこれから増えそうなわけ。それで、まあ、3月の27日ね、これ音楽会、これ名古屋の北区の柴田さんの家の近くのレストランでやるんだけど、もうそれ申し込んであるわけ。前、もうそれはもう前回出たけど、要するに歌手当てクイズだな、そこでは。もう歌唱力で出たわけじゃない。
あの、歌手は、昭和の、昭和の歌を歌ってね、あの、その歌は誰が歌ったかっていう歌詞を当ててもらって、当たったら、あの、チョコレートを今度渡すっていう、それを申し込んである、ね。で、ギターやっぱり、これでもいいよ、これでもいいんだけど、やっぱりその、まあ、これからどうせ使うんならさ、まあ、あの、持ち運びにいいとかね、アンプにつなげるとか、そういう、その、ギターに、変えた方がいいじゃないかと思って、そうすると、ステラ、ルーメンを、ね、ちょっと売らなあかんって、別に良いビットコイン売ったって言うんだよ。それから、あの、ステラ、ルーメンの他に、IOST、そうそう、IOST を売ってもいいんだよ。別に何売ったっていいんだよ。エイダ売ってもいいんだけどね。エイダめんどくさいな。バイナンスっていうところに、あるもんでさ、バイナンスで売るわな。例えば2万円ぐらい。そうするとビットコインになるんですよ。で、ビットコインを、コインチェックに送って、コインチェックで日本円に変えて、日本円を銀行口座に振り込むっていうやり方するんだけど、だから A ではめんどくさい。まあ、それから、柴田さんがさ、その、ステーキングとかなんとかっていうやつにしとくと、利子がつくで、それにした方がいいぞって言うんで、それにやってもらったんだわ。で、このスマホに入ってるんで、鎧とかいうやつに。で、鎧開くと、で、あるんだ。確かに。数字上は、エイダがいくつあるっていうことでね。で、それがどんどん上がってるといいんだよ。ところが、その、エイダをそこから出せないんだよ。なんでかしら。出すことができない。困っとる。まあ、そんなことはどうでもいいんだけど、ちょっと待ってね。KG さんがもう少しで上がるから、3月末まで待って売りましょうということかね。そうかね。平川さん。このままに、ちょっとな、字が、ちょっと目が悪い。目が、ちょっとね、だいぶ目が悪いんだ。自分。でね、ちょっと今、これで見るわ、うん。ちょっと待ってね。待ってね。平川さん、のりこママに落書きさせました。のりこママに。よう、この間聞かせたよ。この間行った時に落葉、のりこのママね、これくれた人、寄生町だとか。何町だった大台町の隣の町のところや。居酒屋のママさんに、どこ行って、これくれたね。のりこママね。これ、まあ、ずっと前にもらったけどさ、これをみんなに見せろっていうのでさ、YouTube で。別になんとかじゃないもんだ。ゴム、なんとゴムみたいな。これ、噛んだらいかんよって言っとったら、噛んだ。こんなもん噛む人おるから。俺らし、誰かお客さんで噛んだもんで、布団が水浸し。それから、それだけだな、今日今とかね。まあそういうことで。それで、ギターを買って、まあ、大して安物なんで、こんな安いやつ買わんほうが良かったかなということになるかもしれんけど、まあいいやと。うん。で、どういうふうか言うと、3月27日に、レストランでね、多分お客さん40人ぐらい来るわ。で、まあそこで、その、自分はもう分かってるわけ。3番目なんだ、出るのが。1人20分で、20分、20分、20分、その3人目が自分なんだ。でも皆さん、すごいね、セミプロみたいな人なんだけど、自分はもう全然、歌唱力で勝負にならないから、まあこうね、歌手当てクイズになるんだけど。遠く遠くどこまで、遠く、繰り返る空に飛んでます。愛しくて私は歌う千語の言葉願いを込めて。恋話の手を引き出しながらのよう
おーおー、どれだけ待てばいいのですか、あなたのある流れを、二人の定め知らぬ顔、淡い夢に乗せて流れてくよ。こういうの歌って、これは誰が歌ったかということを当ててもらうという、そんな難しい話じゃない。そういう、こういうね、だから、その、だけどこのめちゃめちゃの歌じゃいかんわけね。やっぱりここは、これはこの歌だなって、一応はね、で、上手じゃなくてもいい、ね。一応、そんな上手じゃなくてもいいかな。あ、こういう歌確かあったなと、皆さんが思って、思い出してくれりゃいいわけで。で、これ、あ、これはな、チャゲ&アスカって言ってくれたら、その、柴田さんがチョコレートを持って、その人のとこ持っていくということなんだけどね。だけど今回は、今度、3月27日は、ちょっと別にね、紙を作ろうと思って。これはね、認定証って言うんだけど、何の認定証かいうとね、昭和歌謡検定っていうね、昭和歌謡検定第1級という。こう、で、あなたは、何月何日のね、その、音楽祭においてね、昭和歌謡の歌手当てクイズに、優秀な成績を収めましたと。よって、ここに昭和歌謡検定第1級であることを、認めますって言って、この書いてね、で、その、自分の名前書くわけね。で、その、名古屋市北区、曽根大曽根音楽会、レギュラー出演、レギュラーメンバーって書いて、自分の名前がここにポンと入る。こう。で、それを、チョコレートを共に、チョコレートと一緒に渡すわけじゃん。ちょっともらっていいでしょ？チョコレートなんか食べたら終わりじゃん。食べたら何も残らへん。だけどその、紙もらったらさ、私はこういうものをもらったってみんなにこう見せびらかせる。私、昭和歌謡検定一級もらいましたとこうやって言えるやん。いや、だからどうしたんだって話だけどさ。いや、そういうもんじゃん。検定っていうのは。京都検定とかさ、漢字検定とか、いろいろ東京検定とか、いろいろあるじゃん。そういうのを自分で作るわけじゃん。で、いや、ね、これ今歌った歌、チャゲ&アスカだって言って知っとったら、それ大したもんじゃない。知っとったんだもん。だって40年ぐらい前の歌だね。ちょっと待ってね。平香さんが、なんか書いてある。原曲とあまりに違いすぎない。そんなこと、いや、そういうね、そんなね、上手じゃいかんの、これは。上手だといかんね。やっぱり、問題だからね。クイズだからね。この、ある程度、この、ずれてないといかんわけだ。いや、確かそんなような歌も、いや、だからさ、いや、そんな歌だったみたいな。じゃあ、あんまりいかん。それじゃいかん。それじゃいかんけど、いや、確かそんな、ような歌あったな、というような、この、怪しい線でないというか、あんまりね、ずれとってはね、そんな歌じゃなかったぞ、確かって、これじゃダメなんだよ。だから、例えばね、こういうことに。街のどこかに、寂しがり屋が一人、今にも泣きそうに、を弾いている愛を託して何かを求めようさまよう見えたものの失うここに行くべろ夜は冷たく長い黙って夜明けの夜ギターを弾こうよ
と、その会場から誰かがね、それは血が香るだと。血が香るって言ったら、柴田さんがチョコレート持って、その認定昭和歌謡認定第1級の、認定証が渡されると、こういうことになる。何を難しいことなんですよ。簡単なことなんで、それを、その今度27日の、3時から始まるんだ。40人ぐらい来てるんだ、多分ね。で、その、自分はその2時、じゃあ、3時半、4時、3時、4時。だから、自分が4時から、4時からやると。そういうことになる。うん。まあ、そういうようなことで、原曲と違ったというね。そんな、いいね。で、まあ、そうかと思うと、こういう曲もあるもんで、これも弾く。この広いお払い、会場の誰かがそれは森山良子だって言ったら、柴田さんがこチョコレート1個持ってて、その昭和歌謡認定第1級の紙を渡すと、こういうことなの。何難しく、ちょっと待って。平川さんが、誰もわかりません。誰もわかり。だから価値があって昭和歌謡、ね、検定第1級だって言っとるわけじゃん。普通の人は、むしろ聞いたことあると思うんだけど、忘れちゃった。関心ない。で、こういう歌もあるわけですよ。これも皆さんに、こうね、みんな緊張しとるんだ。チョコレートの一個、チョコレートの一個のことだけど、緊張したんだよ、みんな。じゃあ、歌いますよって言うと、なんか、ね、会場がピーンと張っとるんだ。それわかる、なんとなく。よし、ちょっと待てよ、思い出すぞ、みたいな感じで、こう、みんな構えるわけだよ。だから、で、そこで、これは60歳以上の人頑張ってくださいねって言うわけだ。多分40歳ぐらいの人聞いたことないと思うんだから、60ぐらいの人が、まあ、頑張ってもらうとダメですね。っていう頑張ってください。で、ちょっとその奥の方に座ってる人ね。そのレストランの奥の方に座ってる人に、その奥の方に座ってる、まあ、どう見ても60歳ぐらいの感じの人ですね。ちょっと頑張ってください。みたいなこと言ってさ、そういう、もう、そういうおちょくってことで、ね、まあいい。探し物なんですかね。見つけにくいものですよ。カレーの中に、机の中に、探したけど、見つからないのに、まだまだ探す気ですか。それより、僕と踊りませんか。夢の中へ、夢の中へ、行ってみたいのもいませんか。平川さん、誰もわからないときはチョコレートは誰がもらうんですか。いや、それがね、40人もおるとおるんだ。この曲はね、絶対誰もわからんだろうなと思うでしょ、普通は。ね、こんな曲は。そうするとね、中におるんだ。ポツって言うんだ。自信なく、これ、みたいな感じ。そう、だからね、この前、まあ、一回目、全曲当たった、あれだもん、誰か言ったもん。だからそう、世の中ってそういうもんです。うん、ちょっと待ってね。だからチョコレートなんかもう、あれだよ、あれです。
まあいいよ。あの、歌手が当たらんかったらさ、題名当てた人でもいいよ、チョコレートあげるよ。もういいよ。題名だけ当たったらいいじゃん、半分だけ。これね、これはもう大概知らんだろうって思っていつも歌うんだけど、知っとる人おる中に。まあね、すごい記憶力だなと思うんだけど、自分で感心した時間けど、空に星がある。どこに浜辺に砂がある。僕の心にたった一つの小さな夢が叶いました。風が東に吹く。これ大概聞いたことあるよな、60とか70の人。ところが、なかなか思い出せん。なんせ40年、50年。ちょっと待ってね。うん。そう、これ、でもこれ、でも知ってる人がおるって不思議だね。これ人間っていうのはね、ものすごいなと思うね。記憶力っていうかな。40年前のこと覚えてる。ね。すごいなと。で、まあ、あれちょっとなんか書いてあ、いいか。それから、まあ、こういう歌も、まあね。北の町では悲しい感動暮らし始めてる暮らしわけのわからないことで悩んでいるうちに溺れてしまうから肌まりにとした年月を拾い集めてただただあふれ新一って言ってくれたら、そのチョコレートももらえると。こういうことなんだ。だからみんな真剣に聞くわけで、いや、これ聞いたことない。誰だったかなみたいな感じで。面白い。うん。誰が？あ、そう。この、荒木一郎っていうのね。うん。なんか事件を起こしてね。大体そういう人間なんだ。もともとね、うん。よし、それから何だったもうちょっと。急がなかった。それでね、これ、まあ自分はいつも思う、まあ、どこ世の中の人はちょっと勘違いしとるんだけど、新型コロナね、もともとないんだけど、ないってことはね、これはただのインフルエンザなんだけど、ただのインフルエンザを新型コロナと言っては、ね、恐ろしい病気のような、宣伝を世界中でやって、で、この騒動、まあ新型コロナ騒動は、なんでこんなことやるんだっていうことなんだ。それが疑問でしょ。こんなことや、そんな詐欺みたいなことでやる、世界中で同時にやるわけがないで、や、
やっとるのはやっぱり新型コロナと恐ろしい病気があるからだと、こういうふうに言う人がもうほとんどだけど、違うんで、自分の考えが、目的は借金の踏み倒しなんて。借金を踏み倒すために誰かが悪いことにしなきゃいかんわけ。なんでもそうでしょ。前も日本がちょうど、まあ、自分が生まれる2、3年前に同じような借金踏み倒したわけじゃない。国債ってやつ、日本政府が国債無理から書いて戦争やったけど、戦争に負けて、その国債を紙に しないからわけだから。そこで、要するにその借金を返さずに踏み倒したわけじゃない。その昭和、なんだ、22、23年の話だけどな。それやった、あれは戦争のために、日本が、うん、まあ、借金返せれませんと、こう、万歳したんだけどさ。だけど、今度はそういう戦争してないもんで、その、戦争のために借金返せれませんでしたって、これ言えんわけで、だからコロナを持ち出しとるわけで、そんなのことに、世界中の、借金は3兆円って、もうね、とにかく聞いたこともないような、この借金があるわけだから、その各国の、まあ、アメリカとかさ、日本とか、世界中ね、ヨーロッパでもその、もう首が回らんぐらい借金があるわけじゃん、債務がね。その債務を踏み倒すために、このコロナ騒動を作り上げて、これをね、ちょっと知らないかんね、本当に。そういうことなの。まあ、それから、まあ、あと何だった？で、まあ、今日ビットコインは、ビットコインは600万円超えとるんでね。まあ、ちょっと、いいわけだけど、他の、ステラルーメンとかさ、あれが上がってないでかんのだ。自分にしてみたら、ステラルーメンとか、IOST が上がってないで、あんまり。まあ、上がっとるよ、上がっとるよ。上がっとるけど 1% とかな。あんまりパッとせんのだ。だから、今、いくらだ？あ、ちょっと待ってね。これ、ビットバンクのチャートで言うと606万。ビュート上がったけど、ちょっと、606万。うん、600万を超えてるな。まあ、それいいんだけどさ。まあ、そういうことで。でね、話は変わるよ。話変わるけど、この、うちの家の裏にね、こう結構大きいね、どうだろうな、200リットルぐらい入るこう水槽があるんだ。水槽っていうか、こう、水入れるプラスチックの、まあ、結構大きいね。そこで鯉を飼おうと。錦鯉ね。錦鯉を飼おうと。ちょっと今ね、インターネットで調べてるんだ。錦鯉の飼い方ってね。ほんでね、錦鯉っていうのは新潟で生まれたっていうんだ。書いてあった。本当かなと思って。錦鯉は新潟の生まれ。で、今ね、海外で大人気と、要するに外国ですごく人気があると言って、だから、日本から、この錦鯉ね、40センチ、50センチぐらいと、どんどんね、飛行機で、アメリカとかね、ヨーロッパに輸出しとるわけ。あ、それはね、自分が知ってるの。なんでかというとね、空港で仕事してた、4年間、ね、このセントレア、まあ、中部国際空港っていうんだけど、そこで4年間仕事しとった時に、輸出でね、結構錦鯉が来るんだ。箱に入ってね。で、錦鯉って書いてあるから、ダンボールの箱にね。わかるんだ。ほんで、こう、結構重いで水が入ってるから、それを、このコンテナとかね、ああいうやつに詰めて、それで、輸出するわけです。あれね、普通の貨物のとこじゃない。飛行機ってね、空とこじゃない。でね、0か20度くらいになるらしいんだわ、高いとこは。だから、あれ、生き物、猫とか犬とかね、犬は空調の効いたね、温度の、その部屋が別にあって、そこに、つむんだけど、あれ、鯉はどうしたかな？鯉は、0か20度になるようなところ、に積んどったか、ちょっと覚えがないけど、まあ、要は、飛行機に積めるような状態にするのが自分の仕事だったからね、それやっとったんだ。だから、いやー、鯉ってこんなに買う人がおるんだと思ってね、思ったことがある。ちょっと待ってね。ね、それで、鯉は、錦鯉は新潟生まれ。いうことで、でね、
ただし、日本の水道には、塩素が入ってるわけね。カルキとか言うらしいんだけど。で、この塩素、あ、違う、これはね、これは塩素の話じゃなくて、鯉を飼うときに、水槽に60リットルの水の場合は300グラム塩を入れる。そういう塩、塩水浴って、塩水浴といって、その塩を入れた水に、で、鯉を飼うと、鯉がすごく元気になるらしいんだ。まあ、これは金魚でも、船でも一緒なんだけど、なんか、魚のに寄生虫がついてるらしいんだ。それを、まあ、取るっていうようなこともあって、これは必ずやった方がいいよって書いてあった。で、60リットルの水に対して塩が300グラムと、これ結構多いんだな。で、1リットルに5グラムなんだ。だから2リットルの、ペットボトルだったら10グラム入れるって、まず結構な量なんだよ。ドボって入れる。で、これやった方がいいよってことなんだな。まあ、これはだからやろうと思ったんだけど。それから、鯉を、錦鯉買ってくるでしょ。とビニールの袋に入ってたら大体ね。2リットルぐらいの水が入ってる。ビニールの、ちょっと丈夫めのビニールに入れてくれるんだ。で、それをいきなり水槽に入れちゃいかんわけ。鯉を。まずね、水の上に、塩水の入って、塩水にした水ね。その水の上に浮かばしとくわ。封したまんま。で、それ大体最低でも1時間。で、1時間経ったら、袋の中の水を半分捨てるんだと。あ、3分の1って言ったかな。3分の1じゃ捨てるわけ。で、水槽の水を3分の1分入れて、また、縛って、また、30分ぐらい置いとくんだと。で、今度は、3分の1また捨てて、3分の1、水槽の水入れるというふうにして、またそれ30分置いとくっていうふうにして、この、慣らすわけね。買ってきた店の状態からいきなりボーンと、うちの水槽に入れるんじゃなくて、少しずつ慣らさせて、じゃないと、鯉が弱っちゃうらしい。だから、それ、水合わせって言って、それをやらないとダメだよ、ということがね、書いてあった。いや、それはね、前から聞いたことあるけどね、それは。まあ、今度は、ちょっと、ね、で、それが、鯉がね、錦鯉が、そうだな、だいたい7、8センチのやつで、1匹800円するんだ。錦鯉だよね、それは、もちろん。それで、今日はコンビニで朝コーヒー飲んどったらさ、その辺の、コンビニの近くの、まあ、昔農家だったみたいな、家の73歳とか言っとったけど、元気のいいおじさんがおるんだ。ほいで俺聞いたんだ。鯉飼ったことあるって聞いたら、いや、鯉飼ったことはないって言うもんで。いや、今度、こういう錦鯉買おうと思ったんだけど、これ、息子が値段見に行ったら、一匹このやつで800円とか言ってるけど、あれちょっとなんでそんな高いんだって言ったら、錦鯉がこんなぐらいのやつ800円ならいいじゃないか、安いじゃないかって言うんで、ちょっと待って、錦鯉ってそういうもんだね。そらそういうもんだよっていう。大きくなったら高く売れるんだから、それはまあ小さくたりさ、800円なら安いわって言うんでさ、いや、そうですかって、錦鯉ってそういうもんですかってのさ、そらそうだわっていうもんで。まあ、ちょっといいかな。で、5匹で、5杯40か、4000円なんだ。まあ、ええかなと思ってね、4000円で、ね。まあ、ビットコイン上がっとるしさ、またステラルーメン売ってさ、4000円分、それで錦鯉買おうかなと。まあそういうことで、まあ、このいろんな人がね、言ってるんだけど、この人アップデートさんっていう人が言って、ビットコインが急上昇してるけど、その後にアルトコインが必ず上がるから、ビットコインが上がった後にアルトコインが上がるからね、それちょっと待っとった方がいいよと。まあ、これで、最近のビットコインの傾向はね、持ち主がね、分散してる。要するに、まあ、昔は大口がガバーッと持っとったわけね。ガバーッと持っとったんだけど、最近大口がだんだん持ち数が減って、一般の世界中の人が、こう、
広く少なく持ち出したという、まあ非常にいい傾向だって、その傾向が顕著に現れると言ってましたけどね。いや、そりゃそうかなと思ってね。いや、そんならいいなと思って。うん、それからね、まあ自分の知っとる元社長だけど、まあ自分より一つ一歳下の、年下の社長、元社長で、今日ね、LINE で写真が来ました。あの、知人の元社長。エレキギター買いましたって写真。いや、どうするんだろうなと思って、そんなことをお前が心配しなくていいよ、テストの。その社長が心配することやから。お前がそんなもん、エレキギター買って、その社長がどうしようが、そんなものは社長の勝手やないかって。もうお前が心配する必要ないよ。こういうことなんだけどね。まあそうなんだけど、いや、俺はさ、エレキギター欲しいけど、あの、安いやつをね、買おうと思ったんだけどさ。だけど、その元社長の買ったエレキギターって多分重いんだわ。あの、だいたい重いんだよ、エレキギターって。なんでこんなに重いんかなと思う。でね、そう、重いやつはね、ちょっとごめんなんだわな、うん。だから、あの、軽いやつにするんだけど、まあ、軽いと安いわな。まあ、チャッチーってことだ、結局。まあ、それで、あの、まあいいやと思って、しばらく使おうと思って。いや、それで、その、3月のさ、あの、27日にも、あの、音楽会があるので、そこに出るからね、まあちょっと早めに買ってさ、ちょっと慣れないかなと思ったんだけど。で、その、なんだった。ちょっと忘れちゃった。まあいいやと思ってね。まあこのギターよりは、これはまあなんせここ折れとるでさ、ここ折れたやつ自分が修理したの、ここ押さえにくいんだ。だからまあ、この音は気に入ってるんだけど、この音はいいんだけど、まあ、ちょっと持ち運びには大きすぎっちゅうこととね、それから、ここが折れとると、まあいうことやら。それからあの、これからあの、露天、あの、なんだ、あの、古物商の露店をやるもんで、それが、あの、1ヶ月に7回やる予定なんだわ。まあ今んとこね、その、ここの近くの古物のおじさんが、いや、もう、偉いでそんなにやれんって言うかもしれんけど、まあ一応予定では、あの1ヶ月に7回。あの、旧のつく日が、あの、中村公園っていう中村、名古屋の中村区の中村公園。旧の月。旧、19、29年。それから、6のつく日ね。6、16、26。これは、あの、笠寺観音なんだ。それで、あの、店を出すもんで、そのおじさんが手伝うわけ、自分がね。あの、うん、あの、おじさんが、病み上がりだからね。ちょっと、力が出ないって言うから、まあ、手伝うんだけど。で、あと1日は、日体寺ってあるの。これはまたでかいね。名古屋市あれ。畜産区だな。畜産区の日体寺っていうところ。そこも、それはね、毎月21日だけが、露店が出るんだ。うん。で、その、7回で出ようかっていう話になってるわけ。まあ、今のところね、わからんけどさ、そんな偉いで、そんなに出れんで、出せれんって言うかもしれんけど。まあ、一応、で、その7回出したときに、その、骨董品なんだけど、今日骨董品ってその価値のある骨董品じゃなくて、まあ日用品のまあガラクタみたいなもんだけど、その店を出すんだけど、その隣ね、店の隣でこのギターを歌おうと思ってるわけ。ギターで歌を歌おうと思ってるわけ、その店の横で。で、ただそこの仕切ってる人ね、その、露店を仕切ってる人に聞かなかったわ、一応。ギターで歌っていいかどうかね。こんなところで音出すなって言うかもしれないから。だから一応聞いて、歌ってもいいって言ったら、歌うわけだわ。そうなると月に7回歌うってことになる。露店の、その、リサイクルの店の隣で、そういうことになるんだね。だから、ちょっとギターもそれなりのやつをね、用意せなくなる。そういう話になる。で、ちょっと待ってね。で、まあ、どういう歌を歌うかっていうと、露天商の
隣でね、露店の隣で歌うっていうのは、アンプも買ったから、アンプいくらあったあれ ?2 万いくらあったから、もうアンプ、アンプが僕10キロもある。だよ。旅の空流れる雲はあるか時ひと恋しく別れた人に行くと胸は壊れるまま熱き心に時を戻れる難しい思い連れて戻れよ ああ祭りは星降る日が ああアロニア花咲く家夢をさあそぶる歌をね、その露天商のその露天の隣で歌うと、ギターとアンプで、そのためにはそのギターちょっといいやつが欲しい、いいってことはない、そんないいギターじゃないんだけど、うん、持ち運びに便利なようなギターが欲しいということでステラルーメンを売ってそれを買おうと。だけどなんかステラルーメンこれから上がるからその買う、売らん方がいいよって言ったんだけどね、うん、まあそういうようなことで時間は過ぎると。こういうことなんだ。じゃあまあ今日は皆さん来ていただきましたけども、ありがとうございました。また明日やりますので夜は8時からね、来てください。今日は YouTube ライブは今5人見てもらって、で今日1時間 4分やりました。はい、そういうことで皆さんまた明日来てください。こんなような感じでやりますから。はい、それでいいと思います。そういうことで、グッドボタン誰か一人押してくれてね。まあ、ありがとうね。すいません。そういうことで、また明日やりま、あ、6人来てくれて、誰か今来てくれて。そういうことで、ご苦労さんですけど、まあ、頑張ってください。コロナは、全然あれは、ただのインフルエンザですから、もう心配する必要ないです。はい。それじゃあ、終わります。